あ、ゆうさい3日目お疲れ様です。いや本当に楽しいですね。なんかこういうライブできてほんまになんかありがたいって思うのと、なんて言うんでしょう、自分自身も今までこうやって思い続けてきてよかったなっていうのはほんまに思います。なんて言うんでしょう、やっぱり最後のステージっていうのもあって、とりあえず今は感謝の気持ち伝えたいっていうのがありまして、このポールモールっていうバンドもなんか今まで結成してから、プレバンドからずっとありはするんですけれども、ずっとなんて言うんでしょう、首の皮一枚つながった状態といいますか、メンバーの変動がコロッコロありまして、でそれで今までそのメンバーに参加してくれてたキヌさんとか、あと今はちょっとここいませんけどバカセさんとかあとまあその後辻とかハッティさんも大木ゆうとも入ってくれて、で最近だとリュウゴもお世話になってそんなそんだけもうほんまにいろんな人に支えられて、このバンドが今までずっと最後までやってこれたんやなっていうのはほんまに思います。ほんまに皆さんありがとうございます。で、なんて言うんでしょう、なんかただ今まで続けてきて、もちろんなんかヘイトと言いますか、そういうのもあって、なんか役職的に朝の8時とかに田辺に予約行かなあかんとか、そういうのあって、なんで俺一人こんな頑張ってんのよなみたいな気持ちになってちょっと病んだりとかしてたんですけれども、なんかなんですかね、そのホール予約して、そのホールでみんながほんまに楽しそうなライブしてんのを見て、そういった気持ち、なんて言うんでしょう、ヘイトとか一切吹っ飛んでそうですね、ほんまに皆さんにも支えられて今までやってこれました。ありがとうございます。まあ最後になりますが、ちょっと僕、まあ一応幹部ではあるんですけど、結構頼りなかったと思うんですね。ね、こういう幹部にもついてきてくれて本当にみんなありがとう、感謝。エモ MC タイムしたところで、ちょっとそろそろ次の曲いきたいと思います。Book
喋ろうかなってずっと考えてたんですけど、なんか考えてたらもうキリなくて、でまあここでまあ思ったこと喋ります。その前にチューニングいいですか？何喋ろう。ないわ、その。まあまあまあ。個人個人に上げてったらキリないんで、まあ、改正ごとに、なんだろう。まあ一番その俺がその思い出あるのは、まあもちろん3回生だけど、その次に一番思い出が深いのは4回生の人で、でまあ、まあまあ4回生。は1個上で、俺が入った時1回生で、その4回がもちろん2回生で、めっちゃ緊張する。緊張するわ、ほら。まあ北海道から単身出てきて、まあ誰も知り合いない中ね、まあそう、あの4回の会長の金さんとかが最初に飯に誘ってくれて、その時、まあ、青井純もいて、その時に俺は青井純に死ねって言ったんですけど、まあまあまあ、そんな感じで、まあ、他にもいろんな人、まあ、二郎さんとか、翔吾さんとか、まあ、それも開けたらもう時間ないんで、なんかもう、そう、年の近い兄貴みたいな感じで、なんて言うんだろう、仲がいいというか、なんて言うんだろうな。まあ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 、そんな感じで。でまあ、その4回が引退した後に、まあ俺そんな言うてっていうか、あんま同回と仲いい方じゃなかったように見えるんですけど。でまあ、ああ口下だな。まあそんな、なんかあんま3回馴染めてなかったんかな、2回の時とか、まあ今もそうかもしれないけど、でまあその時にやめようかなとちょっと考えた時に、その今の2回村尾とか、そういうことか矢川とかね、あと誰だ高橋とか入ってきて、なんかまあそれで救われて、でまあもう、まあ、じゃあまあ最後3回生は何て言うんだろう、その2回の時期とかそんなあんま関わろうとしなかったっていうか、俺がで何かもう自分から決めつけてたみたいな、俺が何かこいつらおもんねえなみたいな、でもまあ、俺がやっぱその最近気づいたのが、俺がやっぱ見てなかっただけだなみたいな、本当はめっちゃいいやつだし、なんかそのライブ見てて思ったけど、みんなおのおのなんか思い出とかあって、なんかめっちゃいい台だなって思いました。もう時間ないから次か終わりよ。まあじゃあ次ラストの曲なんですけど、このラストの曲が一番、なんだろう、このメンバーで最初にやったオーデー、定例オーデーが5月のやった曲で、そのまあまあ一番俺にとっては思い出深い曲というかやるんで、よろしくお願いします。まあ、最高のライブ。
よ。不安になって人に会ってようやく気づいた日が好感だった。あれをこれを待って打ち込んでまた新しい未来を奪ってしまった。空にかかる橋の中で笑えたらいいのに。